B1 リーグ西地区のトップ争いをしている島根スサノオマジック。新ヘッドコーチのポール・ヘナレをはじめ、新加入の金丸浩介、安藤誠也らが目まぐるしい活躍を見せ、悲願のチャンピオンシップ出場どころか優勝も見えてきた。そんな快進撃を続けるチームも、ここまで決して平坦な道のりではなかった。B1 リーグ開始以来、最下位しか経験したことがないチームは、一昨年チャンピオンシップ出場を目標にスタートを切るも、シーズン序盤でヘッドコーチが突然の辞任、指揮官を失った。さらに13選手中12選手が怪我に苦しみ、チームは崩壊の危機に見舞われた。まさに困難の連続だった。それでもプロのプライドがある。もがき苦しみながら決して諦めないチームの戦う姿に、1年半カメラを向け続けた。島根県松江市に本拠地を置くプロバスケットボールチーム、島根スサノオマジック。 B1 リーグ出場3度目となるシーズンは、メンバーの半数を入れ替えるという大型補強でチームの飛躍を誓った。アウェイで行われた B1 リーグ開幕戦、白星で飾り幸先のいいスタートを切った。みんなで勝ちましょう。P、携帯いじんな。俺が明日勝ちましょうって言ってるから。興味持て、ちょっと。長くボールをキープしての、ここまで4勝3敗と勝ち越して臨んだ琉球2連戦。首位の琉球に勝てば上位に食い込める大切な試合だが、まさかの連敗。4勝5敗と黒星が先行してしまった。お疲れ様。いや、一番の責任俺って感じてるよ。感じてる。この試合を最後に、チームを率いていた鈴木ヘッドコーチが突然の辞任。大型補強に見合った成績が残せていないという理由からだった。何の前触れもなく指揮官を失ったチームは動揺した。沖縄から滋賀に移動するところで彼の辞任のことを伝えられて、えっていう予感もしてなかった。予感もしてないです。もう急な、本当に急でしたね。アシスタントコーチだった河合隆二が急遽代理でチームを指揮することになる。あまりにも突然の出来事、ヘッドコーチとしての覚悟が持てないまま、試合は2日後に迫っていた。今までそのヘッドコーチ目線で今シーズンはゲームを見てなかったので、選手起用のところで、まあ、うまくどうやって回すかっていうところは、もうその中2日の間でいろんなシミュレーションをするような。ヘッドコーチとして迎えた初めての試合。ちょっとミーティングの前にさ、ちょっと聞いて。今日普段ヘッドコーチやってると俺だからさ、あのテンポよくいかないと思う。第1クォーターから不安は的中した。いつもと違うテンポにうまく守備連携が取れない。例えばこのシーン、自陣に入り込む相手選手に対し、4選手は応戦できる位置にいた。
しかし守備連携が機能せず、そのままゴールを許してしまう。そんな場面を繰り返し、第1クォーターから11点差と大きく離されてしまった。この5人がコートでしっかり喋ってもらうと、ディフェンスが崩壊するよ。だが第2クォーターからは応戦。徐々に感覚をつかみ守備を立て直すと、河合の的確な指示で攻勢に転じ、なんとか逆転した。一進一退のシーソーゲーム、80対80の同点で迎えた終盤。残り6秒、ヘッドコーチとしてのデビュー戦は2点差でなんとか白星を飾った。だが初めて指揮を取って河合には感じたところがあった。すごく日本人が消極的で外国人に頼る、ボールを持つと外国人を見てしまう、外国人を探してしまうような、それがすごくこう自分が見ててなぜっていう。チームでシュートを打つのはほとんどが外国籍選手だ。例えばこの場面、空いたスペースからシュートを放つことができたが、外国籍選手へ無理なパスを選択し、ボールを奪われて失点を許してしまう。また自らがポイントゲッターだと自負する外国籍選手は、日本人にパスを回さず強引にシュートを狙うシーンが目立った。外国籍からすると何とかしなきゃっていう状況下でボール持ってリング見たら無理して戦ってるような感じになってしまう、まあ、結果的に日本人がフリーでコーナーにいたんですけども、その中でまあ無理な状況でリングへアタックして、すごく難しい体勢でシュートを打ってっていう。 B リーグの得点ランキングは外国籍帰化選手が上位を占める。ここまでスサノオマジックにおける外国籍帰化選手の得点割合は平均 64% を超えていた。上位3チームと比較をしてみても、その比重が大きいのが分かる。またここまでの試合の傾向を見ると、序盤にリードをするも終盤から突き放され、そのまま負けてしまう。トップチームは最後まで粘り強く戦い抜いている。だから競っていけても最後にミスしちゃったりっていうのは、外国籍も自分が活躍してとか何とかしなきゃみたいな思いもあるし、大事な時間になればなるほど日本人は消極的になる、外国人はより無理をし始めるっていう、すごい悪循環だったんですね。この先のこの島根スサノオマジックがより大きく強いチームになっていくためには、絶対日本人の積極性、日本人の活躍っていうのが不可欠なので。そこで河合はチームの改革に断行する。それは外国籍選手だけに頼らない日本人選手の積極的プレーだ。シーズンの途中で踏み切ったチーム改革は吉と出るのか。12月2連敗で迎えた京都戦。日本人選手の積極性が期待されたが、なかなか機能しない。この日ターンオーバーは15回。また外国籍選手からのアシストはわずか2本。全く連携が機能せず、ただ連敗を重ねていく結果となってしまった。選手たちの勝ちたい思いとプレーのギャップですよね。チームとして機能せずに何とかしようって、自分が何とかしなきゃで個々に戦っちゃうような形になってしまって、辛いですよね。もう葬式みたいな感じですよね。
何をどうしていいのか、みんなそれぞれが勝ちたいです、良くなりたいと思ってるんですけども、この状況を打破すべくチームを何とかまとめようとする男がいた。キャプテンの北川ひろむだ。次の試合、5連敗で迎えた秋田戦。この試合では外国籍選手からのアシストはゼロ。今シーズン最少得点を記録してしまう。この最悪の状況に北川は、選手だけでミーティングをして思ってること、その意見が全部通るとは限らへんけど言おうっていう時間を設けて、実際思うのはやっぱり思ってることがあるんですよ、外国人選手も含めて。でそこから本当にゴロッとこう変わったっていう部分は大きいと思います。選手同士のコミュニケーションに時間をかけ、お互いの考えを理解して絆を深めていった。単語で話すんですけど、僕なんかは勢いで、okay, コミュニケーション、ミート、ミート、ナースシチュエーション、トランス、ディス、キースパーク。英語は得意ではないが、通訳を介さず、自分の言葉で必死に伝え続けた。7連敗で迎えた年内最後のホーム戦初戦。日本人選手の積極的なプレーが見え始めた。だが屈辱の8連敗を喫してしまう。これ何やってるの？みんなに喋ってる。みんなに一緒で。はい、on that court, we gotta do it, though. We have to get this shit done. Bro, we're 1-8. Bro, we right there. We right there tonight. We right there, man. We just let it slip away. And it keeps slipping away. 連敗が重なり、焦る選手たち。勝たせてやりたい。いいか、下向くなよ。Right, we don't have time to, もう確実に数字としては良くなってきてる。Right, number one, あの人みたいなゲームした、ね、ところからこういう風になってきてる。You know, bullshit game, we coming back strong, right? あともう少しの頑張り。Right there, right? いい。オープンショット打ててるから、チームショット。Shot, 自信持ってこう。アシストだって今までと全然違うんだよ。Right? Yeah,いいか、それぐらいに反省あるだろうよ。それは俺もある。みんなもある。あの時、あの時よかった。Maybe. Ah, wait, maybe. それは明日行かせる。We should do that. We just pick up today, right? いいか。今日が2戦みたいに、まだ明日あるから。Right, one more game. One more game right here. いい。この気持ち明日に持ってこう。Right, one more game. Emotion right here. Bring it to tomorrow. Right, take it back. いやいや、明日もう一度頑張ろう。Take it back tomorrow, right? Take it back. 遠い白星、この苦しみに出口はあるのか。ホーム最終戦、試合開始の3時間前から大勢のファンが詰めかけていた。今チームは何連敗かご存知ですか？8連敗ですね、きっと河合ヘッドコーチ代行もきっとすごく苦しんでるなっていうのも分かる中で、それでもやっぱり前を向かなきゃいけないっていう状況なので、まあ、8連敗という形だけ見るとすごくやっぱり厳しいんですけど、それでもやっぱり勝てるように余計応援したくなりますね。何年か前にもう21連敗したことがあったので、やっぱりそれはそれで地元のチームですから、その成長していく姿をずっと見ていたいと思っております。はい、勝つことは大切だ。だが見ていたいのは選手たちが成長していく姿。ファンも共に戦っている。
なんとか連敗を脱したい。試合前も北川は積極的にコミュニケーションを図る。ホーム最終戦は序盤から点の取り合い。互いに信頼し合い戦う姿がそこにあった。同点で迎えた最終クォーター。しかし残り2分を切ったところでファールからフリースローを与えてしまう。5点差に離された。大事な場面でのミス、またこのまま負けてしまうのか。そんな予感が会場を包んだ。難しい体勢からブルックスがシュートを決め3点差。杉浦も粘りのシュートで1点差に迫る。試合時間は残り30秒。ここでキャプテン北川が気持ちでこうファールを引き出した彼の、その勝ちたい気持ち、チームを思う気持ちっていう、これは僕だけじゃなくてチームメイト全員が感じたと思うんですよね。このフリースローをしっかりと決め同点。さらにトラビスが相手チームのファールを誘う。ゲームセットまであと7秒。外せないフリースロー。逆転した。1点差を守りきり連敗を脱出した。チーム、そしてファンと共に掴み取った1勝。前半戦は9勝18敗。大きく負け越しはしたが、最終戦では日本人選手の得点率が 63% に達していた。新たな戦い方をつかんだ。そして迎えたシーズン後半戦。一度はバラバラになったチームは2月の時点で勝ち星が先行し好調を維持していた。日本人選手の積極性も増し、戦術にも磨きがかかる。その一つがファストブレイクだ。ファストブレイクとは、リバウンドなどで奪ったボールをすぐさまパスを回し、相手ディフェンスの守備体制が整う前に攻撃を展開する。Bリーグにおいてリバウンドの数が多いのは体格で勝る外国籍比嘉選手。しかし逆にその大きな体格ではスピードのある反撃が展開しにくい。攻め込もうとしても
先に守備体勢を取られてしまうのだ。だがスサノオマジックの外国籍キカ選手は脚力で他のチームを上回っていた。リバウンドを制してから全選手5人で総力を生かしたファストブレイクは相手に守備を整え隙を与えない。うちはここ5人で行くので2人じゃ絶対止めきれないんですよ。3人でも止めきれないっていう、この5人が走るっていうものを誰しもがどれだけ疲れててもチームのためにね、頑張りきれるんですよね。コートに立ってる間は俺疲れたからって歩くやつがいないので、今シーズン集まった選手たちの能力の中に一つはコンスタントに走れる、それがたとえこうパスが来なくて もう空振りのような状態で走ったとしても何度でも走るっていうメンタルを備えた選手たちが集まったってことが多分一つ大きいと思います。昨シーズン島根のファストブレイクからの得点力は西地区トップクラス。後半戦からさらに磨きのかかった島根の速攻に敵のディフェンスは手を焼き続けていた。2021年2月26日新たな事態がチームを襲う。過去に一度も勝利したことのないサンロッカーズ渋谷との対戦。第1クォーターまで22対22の同点と前線を繰り広げていた。リバウンド頑張ろう。このまま勢いに乗りたい第2クォーター、ここでアクシデントが。倒れ込むブルックス。ただいま島根トゥーフォーデモンブルックス選手が足を痛めております。少々お待ちください。ドリブルで相手選手をかわそうとした瞬間、踏み込んだ左足首をひねってしまった。ここまでチームトップクラスのリバウンドをマークしていたブルックスの離脱。強敵を相手に3点リードの接戦で大きな痛手。だがここまでも抜けた選手の穴をチーム一丸でリカバリーしてきた。食らいついてなんとか延長戦へと持ち込んだ。いいかあと5分楽しめる。 Right, five more minutes. Right, get excited, get excited. We take it. Right, going up. Right, going up. Right, going up. Right, go. Right, Freddy, right, Freddy. 離脱したブルックスのためにチームは奮起。なんとか格上チームから勝利をつかんだ。だがブルックスの不在はかなりの戦力ダウンだ。まさに怪我に苦しめられたシーズンだった。13選手中11選手が怪我をした。1人復帰したと思えばまた別の選手が怪我をする。開幕戦以来その繰り返しで万全な状態で臨めた試合は一つもなかった。怪我で不在の選手の役割を動ける選手だけで補うには負担が大きかった。
ギリギリの状態で戦い続けてきたが、ここへ来てシーズン前に打ち立てた目標、チャンピオンシップ出場も難しくなってきた。さらにそこへ追い打ちをかける出来事が起こる。リード・トラビス、身長2メートル3センチ、111キロ、屈強な体を生かしたパワフルなプレーを持ち味とし、ブルックスが離脱した翌日の渋谷戦では B1 チーム史上最多の42得点という記録を打ち立てた。そんなチーム屈指のポイントゲッタートラビスを襲った出来事。第一クォーター開始2分のことだった。何やら左手を気にするトラビス。この後も左手をしきりに気にしていた。試合後の精密検査で左手薬指を骨折と診断された。残りの試合に出場できず、手術のためトラビスはアメリカへ帰国。チームはまた仲間を失った。トラビスが怪我してもまだここにいたっていう状況と、帰国したっていうのはまた空気が変わるのは分かる、理解する、全然それは。ここで、あ、もう今シーズンここで怪我したら意味ないじゃんって言って手を抜くで考えるなら、俺二流の選手だと思うよ。みんなに絶対勘違いしてほしくない、絶対流してゲームなんかしてほしくない、諦めてほしくない、たとえどんな点差がついたら。幾度も乗り越えてきたピンチ、この場所に入れない仲間の分まで頑張る、そんな思いがスサノオの男たちの胸に刻まれた。ここから怒涛の快進撃が始まった。その離脱してしまう選手、怪我でプレーできなくなった選手の分まで頑張ろうっていう気持ちになれるだけのチームになれたっていうこと、本来でしたらやはり外国籍のトラビスが抜けたっていうのはもう致命的だったはずなんですけども、どうやって自分も活躍っていうか生きながら、より隣にいるチームメイトを生かすのかみたいな、そういうことをお互いが知って、さらにその中でやはり信頼関係がより強くなったのかなと思う。だからこれがケミストリーなのかなとは思います。4月24日、強豪三河戦、トラビスを欠いた状況でどう戦うのか。シーズンの終わりに来てどのチームも怪我に抱えてる、もうここに来て勝つ要素って限られてる、絶対勝つっていう強い気持ち。第1クォーターから白浜、北川が得点を重ね、格上三河に必死に食らいつく。トラビスの穴をブルックスとビフォードが埋める。三河も逆襲を始める。スリーポイントシュートを連続で決めるなど、西地区上位の力を見せつける。試合は最終クォーターまで押しつ押されつのシーソーゲーム。残り時間1分で山下が見せた意地のスティールで勝ち越し。しかし残り44秒のところでファールからフリースローを与えてしまう。ゲームは延長戦へ。そして延長戦終了1分前、白浜の気迫のスティールで突き放すも、しかしラスト4秒で同点のシュートを決められ、試合は再び延長戦に突入した。シーズン終盤でのタフなゲーム、
厳しい戦いだが、その状況は相手も同じ。意地と意地のぶつかり合いの軍配の行方は。島根に上がった。強豪相手に6連勝だ。苦境に揺るがぬスサノオの男たち。ホーム最終戦は100点超えで8連勝だ。いや、僕も経験の中では初めてですね。こんなに短い間にチームがここまで急成長するっていうのは、共に戦えてよかったと思いますし、このチームで来シーズン、再来シーズンって一緒にやっていけたらどこまでいけるんだろう。シーズンが終了して28勝32敗、西地区5位と B1 リーグで初めて最下位から脱出した。苦しい時を乗り越え、チームは絆を深めていった。来シーズンこそはチャンピオンシップ出場、そんな思いを胸にシーズンは終了した。新たに招聘したポール・ヘナレヘッドコーチが率いる今シーズン、入れ替わりが激しい B リーグでは異例の13人中9人が残留。さらに去年の MVP 金丸晃輔、 B1 リーグ2度の優勝経験を持つ新キャプテン安藤誠也など強力な新戦力が新たに加わった。覚悟を持ってプレーして、ファンの皆さんにも覚悟を持ってもらって、一緒に今シーズン臨んでいきたいと思うので、最後まで応援よろしくお願いします。覚悟、その言葉を胸に抱き、選手たちは戦うことを誓った。そして新ヘッドコーチが掲げた新たな戦い方がある。ワン・ツー・スリー・ワン・ツー。その戦術の名はバズソーと呼んでいる。まあ、僕らはスタイルとバズソーといったチェーンソーみたいにフェンスからディエンスって回り続けるようにっていうスタイルなんですけど、僕はそのやっぱりそのバズソーのモーターになれるようにできたいなという感じです。バズソーとは丸の子という意味。安藤はチェーンソーで例えていたが、高速で回り続ける刃のように切れ目のない攻撃と守備の連続で相手に息つく暇を与えない。コート上の全員が最初から最後まで走り続けるスタイルである。昨シーズンまでもファストブレイクを武器としていたが、今シーズンはそのスタイルをさらに進化させた。4クォーター40分、絶え間なく走り続けるため、選手にはタフな体力と素早い判断能力が求められる。
sometimes okay, it's like first half like pop in, dun dun dun. Yeah. Second half. Yeah. 毎日、まあどんな感じっていうのをコミュニケーション取り合う。まあポイントガードとヘッドコーチなんで、それは大事です。新生スサノオマジックに期待を寄せ、開幕戦には多くの観客が集まった。ゴーゴーマジ。相手は日本ナンバーワンポイントガード富樫勇樹擁する昨年の覇者千葉ジェッツ。バズソーバスケを掲げた新しいスタイルがどこまで通用するのか。第1クォーター開始早々、金丸が3連続でスリーポイントシュートを決める。早い攻撃を繰り返し、試合のペースを握った島根。ディフェンスでも千葉の要富樫を金丸が封じ込める。Fellas, we can even do better in this 20 minutes. 1, 2, 3, bravo! 共に司令塔同士の安藤富樫。安藤が意地を見せる。新旧の選手たちが見事融合し、ディフェンディングチャンピオンを100点超えのゲームで制した。この島根の戦いぶりは全国に衝撃を与えた。翌朝の地元紙はスサノオマジック一色、ファンたちは歓喜した。最高です。もう本当に優勝目指して引っ張っていってもらって、今シーズンは非常に楽しみなシーズンになるのかなと思ってます。強い、打つ手がまるでなかった90何点取って負けた試合も初めて見た。バズソースタイルを導入して今年大きく変わった数字がある。ボールを奪われて攻守が入れ替わるターンオーバーの数だ。昨シーズン B1 で一番多く記録していたターンオーバー、それが今シーズンはリーグで一番少ない。昨シーズンもトランジションオフェンスを武器としていたが、今シーズンはさらにスピードと精度が向上した。スティールされる確率が減り、得点機会が増えた。その結果、平均得点が昨シーズンと比べ10点近く上がった。その得点力アップのキープレイヤーの一人がパワーフォワードのリード・トラビスだ。攻撃はもちろん、豊富な運動量が要求される新スタイルに順応し、バズソーの刃としてチームを牽引している。彼は今年特別な思いでシーズンに臨んでいた。 I was sad that the season got cut short. And a lot of me is like being a competitor. I feel like I didn't complete a full season here and do what I wanted to. Oh! 去年チームの主軸として活躍していた矢先、怪我で戦線離脱。手術を迫られ帰国を余儀なくされたトラビスは、最後までチームの力になることができなかった。I knew that if the team was going to bring me back and wanted to give me an offer, that I was going to be excited to take that and come back for another year. So I'm glad I did, because I enjoyed my time last year, but there's always that piece in my mind that it didn't finish the way it needed to. So I was excited to get an offer from the team and was excited to come back.
この日の相手は安藤の古巣アルバルク東京。リーグ屈指のタレント集団に島根の進化が問われる一戦。久しぶりに恩師と再会した。My genuine disappointment leaves his coach and his doctor and goes to Shimane. Not as good as you are. So let's have good games and then we see each other on the plane and maybe in Tokyo. Okay. All right. Yeah. Ando Senshu. All right. Let's go. 覚悟して古巣を飛び出した安藤。絶対に負けたくない。ゲーム序盤から飛ばす安藤。これまで一度も勝利したことのない相手に対し第1クォーターを8点リードで終える。気迫のこもったプレーを見せる。その後も攻撃のテンポを緩めない島根。12点リード。島根ペースのままゲームは第4クォーターへ。しかし味方のトラビスの肘が当たった。ここまで島根を引っ張ってきた安藤の負傷。チームに動揺が走る。チームの大黒柱安藤を襲ったアクシデント。安藤はその後も鼻の痛みを我慢しながら試合に出続けた。それはキャプテンとして安藤の覚悟。だが試合後の検査の結果、尾骨が折れていた。最悪。これ直せないですか？チームからは安静にするよう求められたが、安藤は自ら志願し翌日の試合に出場することを選んだ。痛みに耐えながらもチームの主軸としてこの日も18得点を記録したが、惜しくも敗れてしまう。いや、やっぱいろいろ思い返すはありますけど、あ、バスケットでしたね。あれがバスケットでした。快進撃を続けてきたスサノオマジック。しかしシーズンが進むにつれ克服すべき課題も見えてきた。早い攻守の切り替えでゲームを支配してきた島根だが、相手がゲームをスローペースに持ち込みバズソースタイルを崩す対策を取り出したのだ。それにより持ち前の攻撃力を発揮できない試合が増えてきた。We're going to control the saw thing, right? They wanted no part of the buzz saw, but they did a good job not allowing it to play that way. But we learned. 100%. I mean, we're only going to go 16-0, like so. この日は勝率で並ぶ名古屋との大事な一戦。優勝をものにするためには負けるわけにはいかない。
5点差を追う大事な場面、本来戻るべきディフェンスが戻れず速攻を許してしまった。10日間で5試合という過密スケジュール、疲労はピークを超えていた。このプレーでは選手の足が止まってしまい、個人技で打開しようとしたがターンオーバーされてしまう。大切な試合を落としてしまった。結構コミュニケーションミスとか多かったんで、しっかりフィルム見て修正したいと思います。ありがとうございました。この苦しい状況を打開するために絶対に欠かせない選手の一人が金丸だ。 B1 リーグナンバーワンシューター。どの位置からでもシュートを決めることができる。注目すべき点はスリーポイントシュートの精度。高い成功率は絶えず相手の脅威になっている。昨年 MVP として B1300 選手の頂点に立った彼だけは違う景色が見えていた。ここで戦って組織に立ち向かうっていうのは絶対無理なんですよね。どんなチーム関係なく負けるんですよ。だから組織に立ち向かうにはやっぱ組織としていかないと絶対勝てないんですよ。全員バスケの重要性を感じていた金丸。バズソーを遂行する上で絶対に欠かせない要素だ。オフェンスをやっぱワンオンワンしだすとやっぱりダメなんですよね。最後どうしても体力的にきつくなってバズソーの威力が落ちたり。チームがバラバラのままではどんな相手であろうと勝つことはできない。島根の戦い方は全員で戦うこと、全員が走り続けること。まあ、僕たちは5人でしっかりやればいつも以上のオフェンス力を発揮できると思ってます。うちの方が攻撃力が絶対高いはずなんで、一番いいチームになれるかなと思ってます。ホーム最終戦、優勝を目指すためには連敗するわけにはいかない。覚悟して来た言われたから、こっちも覚悟して、こっちも覚悟して応援に来ます。エナジー全開のバズソーで、はい、頑張ってもらいたいです。ホームの力で後押ししてしっかりと後半戦に向けて、まあ、勢いつけられたらなと思っています。精一杯応援します。一番のゲームなら今日は 1,2,3 バズソー。スタートから前日の悪い流れを引きずり、連続得点を許してしまう。見かねたヘッドコーチは開始49秒でタイムアウト。ここが重要なポイントだった。はい、今日は実施しています消毒液を使って現地の消毒液を使って、もう昨日と同じだぞっていうか、マインドセットし直して、ヘッドコーチの言葉で気持ちを切り替えた選手たち。前日の試合が嘘のようにパスが回り出す。チーム一丸、全員バスケが戻ってきた。見事前日の雪辱を果たした。チーム全員で挑戦していくっていう気持ちが、まあ、全てだったんじゃないかな。これからが楽しみです。
前半戦最後の群馬戦は勝利で締めくくった。19勝8敗で西地区2位につけている。首位の琉球とは4ゲーム差、直接対決でひっくり返せる。優勝する覚悟はできている。We're having success. We're just believing what we do every day.どんだけ走ってきてるその練習で。Those are the things we gotta do. これだけ、これだけ、うちらの練習で。One, two, three, one, two!